さあ、全国のファンが固唾を飲む、ここ、京都競馬場で、予選が始まっています。果たして、春の天皇たちを手にするのはどの馬か。さあ、全国のファンが固唾を飲む、ここ、京都競馬場で、予選が始まっています。果たして、春の天皇たちを手にするのはどの馬か。予選が完了して、今スタートしました。メジロマックイーンが行きました。その後ろから列戦8番。最終コーナーを回りました。先頭はメジロマックイーン。そしてそのすぐ後ろに列戦8番。さあ、最後の直線だ。メジロマックイーンが先頭だ。2番手にはメジロマックイーン。同着1000ポイント。東海帝王が先頭だ。その外から列戦17番、東海帝王も来ている。列戦7番、わずかに先頭か。列戦16番、一気に変わった。あるいは、列戦7番か。列戦18番、ものすごい制圧だ。列戦12番か。2頭ほぼ同時に並んでゴールイン。勝ったのは列戦12番か、それとも列戦15番か、全く分かりません。スタンドが焼いています。今年もあなたの、そして私の夢が走ります。いよいよ宝塚記念スタートです。今年もあなたの、そして私の夢が走ります。いよいよ宝塚記念スタートです。レースが完了して、今スタートしました。現在先頭は列戦12番、列戦11番がそれに続きます。最終コーナーを回りました。列戦11番先頭、それからミスター CD。さあ、最後の直線だ。
レッツン11番が先頭だ。レッツン14番一気に変わった。レッツン11番持っている。レッツン14番が先頭だ。レッツン14番一気に変わった。レッツン13番持っている。レッツン13番が先頭だ。レッツン12番食い下がる。レッツン13番、レッツン13番。二頭ほぼ同時に並んでゴールイン。勝ったのはレッツン13番か、それとも東海帝王か、全くわかりません。